こんにちは。こんにちは。北陸朝日放送の吉川圭一です。応援マネージャーの辰巳みくるです。制限金沢の広井智信です。今日ですね、制限金沢のホームゲームが行われる県陸上競技場でお送りします。はい、では試合を振り返っていきます。3連勝を目指した千葉戦です。 VTR キックオフ。リーグ戦では7連敗中と相性の悪い千葉との一戦です。試合序盤から主導権を握られながら耐える展開となりましたが、前半21分、レオバイヤの左足、ゴールに吸い込まれ、バイヤの J リーグ初ゴールで先制します。スタンド側に吹いてたので、ラッキーゴール。1点リードで折り返した後半、コーナーキックから加藤が押し込み、貴重な追加点を挙げます。よく押し込みました。はい、いいとこいましたよね。はい、守ってはキャプテン白井が再三ファインセーブでピンチを救い、3連勝を飾り、 J2 通算100勝を挙げました。もう最高でした。まあ、1点目 のバイヤ選手のゴールがもうすごいびっくりして、なんか喜んだ時に背中を つりかけて本当にもうすごかったです。いや嬉しい。サポーターも驚いた1点目について、シュートかクロスかレオバイヤに聞いてみると、フィクルザー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 、まあ、その辺は練習からしっかりピリッと緊張感を持ちながらやったことが、まあ今日の結果につながったかなと思います。3連勝という結果についてはどんなふうに思ってますでしょうか。まあ、すごい嬉しいことですけど、これで調子に乗ってたら絶対足元すくわれるので、まあ僕たちは全然強くないっていうのを意識させないといけないかなと思ってます。いやー嬉しい。すごいゲームでしたね。すごかったです。の相手が勝ってもおかしくないぐらい攻め込まれてたんですけど、はい、まあ、ゴール前で最後みんなが体を張りながら自分たちのゴールを守り、それでも突破されたところはキーパーの白井選手がビッグセーブ連発でしたね。後半かな、左サイドからミキさんが抜けてシュートを打って、はい、私現地で見てるときはただポストに当たったかと思って、うん、VTR で見たら微妙に触ってるんですよね。そうですね、パッとこう距離を詰めて、はい、体のどっかに当たってほしいっていう感じで、はい、まあ、日々のこう練習の積み重ねが、うん、ああいうシーンにこう凝縮されたようなシーンでしたね。今日はアウェイでロアッソ熊本のゲームです。パブリックビューイングがイオンモール白山や立町のスポーツバー225バーで開催されます。石川からもエールを送りましょう。先月26日、津江原の選手たちと鈴市の子どもたちが交流イベントを行いました。サッカー教室は津江原がやってくると題され、地元の子どもたちおよそ15人が参加しました。コーチを務めたのは津江原金沢のトップチームでセンターバックのコンビを組む井上亮太選手と孫大河選手です。子どもたちは2人にパスのお手本を見せてもらった後、体育館のコートを使ったミニゲームで対戦し交流を深めました。パス回しが上手かったです。プロの選手とが間近で見れてとても楽しかったです。コーチを務めた井上選手と孫選手、前日も試合に先発出場していました。昨日試合だったんですけど、その疲れが吹き飛ぶような感じで、自分が小さい時はあんまりプロサッカー選手と触れ合う機会がなかったんで、逆の立場だとしたらすごい羨ましいなって思います。子供たちの笑顔がすごい自分は好きで、兄弟も下2人いるんで、なんか妹と会話してるような感覚ですごいリフレッシュできました。本当に1時間半がやあっという間っていうに感じるぐらい、本当楽しい時間、有意義な時間を過ごせたのが自分としては本当に良かったなと思います。孫選手を目指してって言われるような素晴らしい選手になるっていうのが、まあ、プロ選手になって、まあ、一つの目標ではあるので、活躍するっていうことでやっぱ注目してもらえると思うので、まあ、そこをもっともっと日々努力してレベルアップできるように頑張りたいです。
子どもたちも選手たちも楽しそうでしたね。楽しそうでしたね。もう今大活躍中のこの2選手に生でサッカーを教えてもらうことができる、すごく子どもたちも嬉しいと思いますし、次子どもたちがこのスタジアムに来て活躍してる姿を見たら、もうもっともっと大好きになるんじゃないかなと思います。このゼーゲンがやってくるは県内19の市町を回る予定です。僕も参加しますし、選手ももちろん参加します。直近では白山市や河北市、金沢市で開催予定ですので、参加してみたいという方はゼーゲン金沢のホームページでお申し込みください。続いてはホームゲームだけのお楽しみです。ゼーゲン金沢のホームゲーム開催地には、スタジアム横の産業展示館2号館前に親子で楽しめるキッチンカーやイベントブースが並びます。その名も現像パーク。うりゃー、ちょっと空中にいっちゃいました。今回紹介するのはストーンズカフェです。金沢神田にカフェがあるということで、今日はキッチンカーの方が来てくださってます。いやいやいや、南国ですか、すごいわ。ねえ、何注文しようかな。やっぱりのと豚ホットドッグですかね。気になりますね。うまそう。お店の看板メニューはのと豚のオリジナルソーセージを使ったホットドッグと、砂糖を使わない完熟バナナミルク。いただきます。ソーセージがパリパリ、ジューシー、食べ応え抜群です。完熟バナナミルクいただきます。すごくバナナの甘さがすごくきますね。砂糖不使用とは思えない甘さです。とっても美味しい。お祭り気分を味わいつつ、さらなる興奮を求めスタジアムへ。ゼーゲン金沢の応援も盛り上がりましょう。広瀬さん、なかなかスタグルって食べることって今までなかったですよね。なかったですね。本当にスタジアムの中だけで完結してたので、どんな様子なのかっていうのも今日初めて見ましたし、今日はそのホットドッグを特集しましたけど、他にもたくさんいろいろな美味しそうなものがあって、なんか試合以外にも楽しいことってこんなにいっぱいあるんだなと思いましたね。タッツ、食レポうまかったね。ありがとうございます。もう食べるの大好きです。この後は白山市で行われたサッカーイベントの話題です。キックオフ石川。キックオフ石川。先月5日、白山市で JFA キッズサッカーフェスティバルが開催されました。午前中は6歳以下の児童およそ50人、午後は8歳以下の児童およそ20人が参加し、ボールを使った運動やシュート練習、ミニゲームを楽しみました。お、すごい上手。サッカー、フットサルやったこともない子どもたちも含めて、みんなで楽しくボール遊び、そして体の動かし、体作りというところをメインテーマに、行っております。コーチを務めたのは、白山市を拠点に活動するフットサルチームヴィンセドール白山の選手たちです。この子どもたちが、将来、サッカーをやったりいろんなスポーツをしていただくことがまずメインだと思いますし、あとはそれに触れ合うことによって、トップの選手たちもこれからの活力にもなると思いますので、はい、一緒に参加させていただいてます。参加した子どもたちは、楽しかったです。サッカーを試合するときの練習難しかった。正直嬉しいですね。なんかこういう機会ないと、子供がこうやって人前で動いてるとこってあんま見れないんで、そういう面では嬉しいですね。楽しかった。楽しかった。君は？めちゃくちゃ楽しかった。試合？セタも試合。セタも試合。ゴール決めれましたか？うん。今2回参加してる。2回参加した。そのうちは参加したいの、じゃあまた次もあったら参加するかな。こうやって気軽に参加できるイベントを通して、子どもたちがいや楽しかったとか、またサッカーしたいなって思ってもらえる、そのきっかけになると思うので、いいと思いました。
今月30日にもキッズサッカーフェスティバルが開催されます。場所は石川県陸上競技場のサブトラックです。申し込みはこちらの二次元コードを読み込むか、石川県サッカー協会のホームページからお申し込みください。今日はアウェイの熊本戦です。4連勝なるんでしょうか。ではまた来週です。せーの、キックオフ石川。It's time for Jay, I'm killing.